今年ぶつかる。あ、よし、あの、あそこ何時ぐらい？あ、確かに。ドイツ飛ばしてた。あ、すみません。気づいて。今日話し合ってる。ゆかちゃん思い出した。あ、カナエも。ゆかちゃんと水平線にやってた。どうでしょうか？ここ聞こえないな、全然。ここ聞こえないですね。下がったもんね。こちら東京ちゃん前で、こちらマイクを接続しています。こちら東京ちゃん前です。あっちの君会、一発こっちに向けれない。撮影角度をちょっと変えてください。通行邪魔になるんで。どっか奥の方でもいいし。ごめんなさい、通行の邪魔になるんで場所変えてください。ただいま外部接触しております。だいぶいますけどね。外部接触です。皆さん聞こえますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。OK です。どうでした？お前はその皆さんどうもお疲れ様です。それから、ご近所で働いている皆さん、ご近所の皆さん、こんばんは。私たちは北海道ファンクラブ連合です。毎週金曜日にこの場をお借りしまして、北海道が原発を鳴らそうと声を上げ続けています。今日で92週間目になります。4月に入りまして、
だいぶ暖かくなったなと思いましたけども、相変わらず寒いままで、が今日も頑張ってやっていこうと思います。皆さんもご存知だと思いますが、今日は閣議決定をされました。原子力計画というものが閣議決定されまして、原発を重要電源とするということが明記されたエネルギー基本計画というものが閣議決定されました。3年前のあの原発事故、あんなものはもうなかったかのようにして、原発再稼働させるということを政府に方針として決定するんだということになります。それだけ重要なことを決めるのに、実際私たち国民の声はいつ聞いたんでしょうか。どのような調査を見ましても、原発はこの後なくていくべきだという方々が後で客を決めています。それにもかかわらず、政府は原発はこの後も重要な電源として使い続けるんだということを明示しています。私たちはこのことに、何か反対の意識を表明したいと思います。そして、私たち自身がこれからのエネルギーの在り方、社会の在り方を選択する、その主人公なんだということを改めて強調したいと思っています。今日はそれから2日間、多くの方々がこの場から聞いていただいておりますけど、そのことも含めて、伝えていただければなと思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。それでは、90時間になります。どうぞ、スタンバイ、半径パスポイントをスタートします。
発を重要電源とするという、そういう中には済んだエネルギー基本計画を今日閣議決定されたと聞いています。あの3年1ヶ月前のあの事故、いまだに原因究明されていない、あの原子炉の中で何が起こっているか、いまだに正確に把握することができない。14万人もの方々が避難生活をしている。その現実の中でどうして原発を再稼働する、こんなことを政府という公の機関が決定することができるんでしょうか。私たちは信じられません。だからこそ私たちはこの国の主人公として今日も声を上げています。再稼働反対。私たちの未来に原発なんてしまいません。だからこうして叫びます。
調整力の確保、蓄電池の活用等が必要。
地熱は開発には時間とコストがかかる。バイオマスはコスト等の課題を抱える。これが今日政府が閣議決定したというエネルギー基本計画です。これが日本政府の見解だ。そんなに許せますか皆さん。許せない。3年前の3月11日、私たちが目にしたのはどういうことですか。3年後の今、私たちが目にしているのはどういう事態ですか。福井市の核燃料がどうなっているのかさえ誰も答えることができない。岡田さんのスタッフ細胞よりかこっちの方がどんだけはっきりしないんですか。一旦事故が起きれば誰も制御することができない。それをいろいろと再生エネルギーの欠点を挙げつらって、いまだに原発にこだわり続けるという、そんな閣議決定を絶対認めるわけにはいかないと思います。本当はどうなのか、これから日本のエネルギーをどうやって確保していくのか、それは何人も、どの日本国民も避けて通ることのできない課題です。みんなでそのことに向き合って考えていかなければならないと思います。避けて通ることは絶対にできません。みんなが黙っていれば大間原発が作られます。今日ここに立っている函館の仲間の家は大間から30キロ圏にあります。みんなが黙っていればまた原発は動き始めます。そうさせないために、まもなく100回になるこの行動ですけども、高橋歩美さん、100回になる前にここに来てあなたの考えをぜひ言ってほしいと思います。100回になる前にぜひお願いします。最多の反対、函館市を応援するのかしないのか、その立場を発見すべきです。
には電源開発に対して説明責任がある、こんなことをおっしゃってますが、説明すればいいって問題ですか。そもそも必要のない大場原発、世界一危険だと言われている大場原発、こんなことは直ちに建設をやめなさい、こういうのが農民の代表である知事の責任だと思います。多くの農民も願ってます。私たちと一緒に声を上げましょう。原発反対。
忍び寄せた、どれでしょうか。車や船がかなり内陸ですが、横たわっていたり、2階建ての多分住宅は一般なりだったと思うんですが、窓ガラスや玄関も何もない家屋がやっと土台になって壁があり、その家屋が立っていたりしていました。3年が経つのに片付けた設定作業が進んでいないのはなぜかというと、多分天井が高いために長時間そこの作業ができないということで、そのままになっているんだと思います。それからニュースでもよく出てくる一掛村ですが、一掛村から市内に行った人たちの仮設の住宅にも行ってきました。さて、住宅の大きさはテレビのニュースによく出てきてましたから、分かっているつもりでしたけれども、例えば一人暮らしの女性は4畳半の部屋1部屋と小さな台所に小さなお風呂で、それしかないということで大変不満としていました。またプレハブのこの住宅は地方県の長屋になっているため、隣の家との境は全部は住まいで、小さな話し声もテレビの音も何でも聞こえてしまうと、ゆっくり休むことができない気持ちを引き当てていました。それでも日中はその近畿の中にあるコミュニティセンターで村の職員と人やボランティアの人たちによって楽しく過ごすことができていると話していましたが、心なしか寂しさは増してない感じでした。こういう仮設の住宅の生活を間近に見て、このような生活はせいぜい半年か、頑張っても1年ぐらいならできるとしても、もうすでに3年も経っていて、またさらにあと何年続くかわからないという状況にあるというのが福島の今の状況です。私はこの人たち一人一人の思いにもっともっと心を入れていく必要があるなと思っています。そのためにもこのまま今再稼働をかけていないという原発をこのまま止めて廃炉にして再生エネルギーの促進を努めて、もっともっとそれを続けたいと思います。ですから今日安倍内閣が進めようとしているエネルギーの最初の計画に対しては断じて反対だという意思を多くの人たちと一緒に声を上げていきたいと思っています。再稼働反対、再稼働63万筆の署名が
知事に提出されましたけれども、まだまだ気持ちを表明しきれてない人がいっぱいいるということが分かりました。だからこういう行動や街角で署名を集めたり、原発いらないという声を集める行動をすることは本当に大事だし、これはいつか本当に知事の態度を表明させることにつながるのではと信じて、私たちは頑張っています。だから毎週金曜日のこの行動にもできるだけ少しでも参加して声を上げていきたいなというふうに思っています。ぜひ函館の市長の行動を応援する知事であってほしいし、同じ北海道民として函館がの市長が言っているこの大間原発の建設はやめろ、これを応援していくのが北海道民の本当の心じゃないかなというふうに思います。これからの小山子たち、そして今生きる私たちも泊まりと大間の原発には反対していきたい、そのように強く思っています。今被災地の後の話をしましたけども、本当にこの原発の被害があるおかげで復興が進んでいないし、関連して亡くなっている方、自ら死を選んでしまった方、本当にたくさんの犠牲が払われています。悲しいことばかりです。そして子どもたちは思い切って外で遊べなくて、体に障害が出てきたり、運動能力が遅れが出てきたり、そのような問題が出てきています。何もいいことはありません。そして福島の原発のろ過装置のアルプスという機械、何が原因かって、パッキンが劣化していたからだと、そんなことが新聞に書かれていました。パッキンの劣化だけでこのような大きな被害が出るような原発はいらない、制御できない。私たちのこの今の人類の技術では原発を制御することはできない。だから作っちゃいけないし、再稼働させちゃいけないし、輸出もしちゃいけない。この声を大きくしていかなければいけないと本当に思います。安心して食べれる、安心して外で遊べる、海に入って遊べる、こんな日本を取り戻したいし、外国の人々にもそのような辛い経験をさせたくない、本当にそう思います。だから私たちは叫びます、再稼働反対、自己責任だというふうに、声高に叫んでいる人ほど、
自分で何も責任を取っていない、こういうのが非常に多いなって感じています。例えば今は反原発と言っている小泉さん、イラク戦争の時にこれどこの国よりも真っ先に戦争に賛成をしました。そしてイラクで人質になった官人の人たちを人責任だと言ってバッシングをしました。でも結局何も対応破壊兵器はなかったし、そのことに対して何も反省もしないし責任も取っていない、自己責任だとあれほど煽っておきながら結局自分たちは何も責任を取っていない。今の原発の問題も私とはと思います。先ほど福島に行ってきたという方もお話もありました。現地では自分たちが一生住もうと思って買った住宅がそこが放射線、放射線を使えたといって住むことができずに、ローンを抱えたまま別のところで過ごさなければならない、そういった人たちがたくさんいます。どうでしょう、もし北海道で今会社があるの人たちきっとご自宅を持ってローンを持っているかもしれない、都内の原発がもし事故が起きて放射能が発砲に流れ込んできたら、その家を捨てて私たちどこかに移住しなきゃならない。でも国はそういった私たちに対してもそれは自己責任だからというふうに言ってくるんです。だって自分たちの責任じゃない、放射能に被爆したのは自分たちの責任じゃない、でも放射能に被爆したということを言い出して言えない、そういう空気が日本国中で福島で広がっているからです。かつて広島や長崎で被爆した人たちが差別を受けたように、そういうことが全国で広がってきている、そういうことは決して正しいことではないですし、おかしいことだと思います。そして私たちが本当に自己責任だというのであれば、今のこうした政策を推し進めている人たちを選ばない、来年の選挙で高橋晴美さんにきちんと都内の原発は稼働させない、稼働させるというのであればあなたを変える、そういう政策をするのが私たちの本当の自己責任だというふうに思っております。ですから私も自らの責任ということで金曜日のこの行動にはなるべく許す限りいきたいと思いますし、原発に反対の声を上げ続けていきたいと思います。今声を上げなければ上げられないような状況を作らせない、これも私たち国民の大事な責任だと思っています。なので皆さん、これからも一緒に頑張ってまいりましょう。はい、からの反対、
それから6月15日には大通り10丁目でお昼のライブと、スタンドデモを行うことにしてますので、これは細かい詳しいことを改めてお伝えしますが、4月5日6月毎月デモパネルを行って市民の方々に訴えし、私たち同時の思いは、この北海道に原発でいらないという思いは絶対感じないんだということを全て手に持っています。今日のその今日のこの報道もその一つでありますけれども、みんなで一緒にこの後も8時まで頑張って声を上げていきましょう。最高の反対
大間原発の建設に反対を表明すること、そして小針原発は二度と動かさない、そのことを農民の目の前ではっきりと態度を明らかにしてほしい。私たちが言っていることは広く当たり前のことです。別に難しいことを言っているわけではありません。高橋自身は国連からいろいろ応援されて気になったんで、いろいろ暇があるでしょうが、しかしそれはそれとして農民の代表として私たち農民の命を守る責任者としてはっきりと言うべきです。最高だ、反対。それだったらどうしてこのエネルギー
リーを活用することに道庁の力を注いでくれないんでしょうか。政府が原発が本当に最重要ベースロード電源だと言いました。そんなことを許していいんでしょうか。こんなに多くの私たちの声を無視してまだまだ原発を推進するというその政府は私たち国民の願いを裏切ってるんではないでしょうか。高萩晴美知事、知事はどう決断するんでしょうか。原発を、泊原発をこれからも再稼働すると思っているんでしょうか。知事、来年知事選挙に立候補するんであればその態度をきっぱりと表明してください。私たちは原発はいりません。再稼働を反対、再稼働を反対、原発いらない、再稼働を反対。高橋晴美知事、函館の市長、本当に偉いと思います。大間原発にきっぱりと反対する、建設を許さない、その声を函館市民の声を代表して裁判を提訴しました。高橋晴美知事、道の責任者として知事はどういう態度を取るんでしょうか。私は先週孫を2人連れてきました。1年生になる小雪ちゃんは怖い、この場所に来た時本当に怖い怖いと言い続けました。もう帰ろうと言いました。何が怖かったか、津波が起きて原発が爆発して保育たちは病気になるんじゃないの、原発は爆発しないの、11年生になる女の子がそう言ったんです。子供たちの本当の気持ちじゃないでしょうか。子供たちは分かるんです。原発はいらない、自分たちの命を守ってほしい、そう訴えました。両幕、2年生になる両幕はスピーチをする人たちを見て誰に言ってるの、どこに言ってるのと聞きました。高橋晴美知事、あなたに私たちは訴えてるんです。原発はいりません。泊原発は再稼働しないでください。私たちの心からの願いです。再稼働を反対、
考えられるさまざまな方法を使いながら、そして観光だけじゃなくて、全国各地から声を上げていくということは大事なことだと思います。これから毎週金曜日登場して、前の講座を続けていきます。一緒に声を上げていきましょう。最初は反対
しても大丈夫、どんなことも言ってます。しかし皆さん、今人類が処理できない核のゴミが大量にどん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 満たされて、そのまま放置されています。一体この核のゴミどうするのか、まだ私たち人類はその方法を見つけることができません。地中深く埋める、そんな方法を言われていますが、10万年後まで一体誰が責任を持つんでしょうか。そんな負の遺産を私たちに対する人間が将来の子供たちにそんな簡単に引き付けるものでしょうか。もうすでに多くの核のゴミが溜まっています。だからこそ今私たちできるのは、これ以上このゴミを増やさないこと、そして原発に賛成の人も反対の人もみんなで知恵を集めて、いかにこの核のゴミを安全に処理するのか、そのための知恵を出し合うことだと思います。原発を一方に踏まし続けて、無責任に核のゴミをどんどん増やし続けながら、この処理を考える、そんなことはできません。そんな無責任なことは私たちはできません。子供たちの将来を考えた時に、今を生きる大人の責任として、原発は絶対に動かさない、これが私たちの責任だと思います。だからこうして92週間も同じことを言い続けているんです。最下の反対、北海道が何も応援しないということは
これは北海道の省として全く不適格と言わざるを得ません。そうだ、そうだ。私はここへ来る途中、この集会のにぎわいを遠くで聞いてまいりましたが、大体、東西南北山頂ぐらいは、声が聞こえて、サイズが聞こえて、歩行者が言ってました。ずいぶんリズムのいいデモをやってるな、思わず口をしたんですけども、そのようなことで非常に整然とした中で、活動を行っています。一つの私はもう、ここにお集まりの皆さんにぜひ聞いていただきたい、そしてここのリーダーの方々に持っていただきたいというのが万葉点あるんですが、それをお聞きしてよろしいでしょうか。一つは、ご苦労のことは大変だと思いますけれども、例えば一か月のこの集会に参加した人数を把握して、次の翌日の集会の時には前月は何名の集会の参加があった、そういうことを報告していただいて、前の月よりもたくさん多かったということになれば、参加されている方々も、力をより得ることだと、そのように発信していますので、どうぞよろしくお願いします。二つ目、状態として、募金が心ある方から寄せられていますが、やはりこれはお金の問題です。1円たりとも、他の団体、あるいは当局から指の刺されることのないように、一括金ごとに、状態、募金の集計はこれだけでした。今月はこれだけでした。このように言いました。協力してくれる方々が多くなったんです。このように言えるように、そこら辺りをきちっとしておき、3点目は、もう少し、マスコミ関係にこうして集まっている人たちの人々の姿をより多くですね、知ってもらうために積極的にマスコミに私たちの活動を呼びかけていってほしいと、そのように思います。それから先ほど話されていた方も言います、方からの話もありましたけれども、1000人の大規模集会ですか、これ絶対に成功させましょう。それから、公明活動、これも地味な活動ではありますけれども、これもしっかりやりましょう。私の経験では、あまり数多くやってはいませんけれども、120あるいは130ぐらいの方に話しかけて協力をお願いしましたところ、40室の協力を得ました。つまり下手な絶望を数えるって当たるで、まずこちらから触れを控えて、あなたは原発どう思いますか、こういう呼びかけをしていくところからスタートしなければいけないんじゃないかと思います。中には非常に不愉快に、こちらが不愉快にさせられる思いも、そういうものも多々ありますけど、それにめげていけば、決していけないと思います。最後に、2、3点原発の学習に反則の資料を紹介したいと思います。1つ、自らが原発の労働者、下の目の論文者となって、原発実施というレポートを立ち上げた、堀江さんという方の人物です。これは実体験に基づいていますが、かなり、文章の長い物質ですけれども、非常に感動いたします。
それから、伊集院静子知事という、当選者がこのようなことを言ってます。私たちの将来、未来は、子供たちがあると、日中もあると、この日を守るのは、私たちの大人の責任だと、このように語っています。私は、この言葉に支えられて、今後を、期待しながら、いろいろな活動に積極的に参加していきたいと。振り返ってみれば、8時半から、アメリカは3マイルの終わる時間に合わせたら、来てくれるかな。ありました。あれから、私の記憶では、自分で調べた範囲では、新しい原発は作っていません。アメリカがやめ、ドイツがやめ、これなのにですね、アグロニクス第三の矢として原発の技術を輸出する、それから輸出武装兵器を輸出するということですね。これはもちろん信じられているんですけども、戦争統一国でない第三国に対してはいいんだということで、原発と武器政策、あるいは自動車という、あるいはテロというもので、第三の矢を進めていくそうですが、それにも大きな問題があります。長くなりましたが、全然ありましたので、この辺で、終わりたいと思います。ありがとうございました。最高の反対
まだまだたくさんの人々が張り暮らしをしています。この国のトップは日本人ではないと聞きます。戦後アメリカから選ばれた政府の人たちは日本人によく似た他国の人々をこの国のトップにし、真実の情報を封じ込み、じわじわとこの国を弱体化させることに成功しました。ご覧ください、テレビやマスメディアの情報を飲みにし、情報どころか考え方までコントロールされる国民を。ここに集った人たちは、皆さんは本当に直感力に優れた素晴らしい人たちだと僕は思います。人種に関係なく本当に素晴らしいと素晴らしい思いを持つ。雨の日も風の日も寒い日も雪の日も暑い日もここに集まって声を上げ続けてくれていたことを本当に感謝しています。ありがとうございます。誰が何と言おうと己の意志を貫き続けたあなたたちは偉い、最高です。そんな素晴らしい皆さんに僕からプレゼントがあります。言葉と歌のプレゼントです。まずは言葉からいきます。よく聞いてくださることに感謝します。言葉には力があり魂が宿っています。これを言葉と言います。日本語はこの言霊から生まれた世界で最も力のある言葉なのです。言霊には反対すると反対された勢力が増大してしまうという法則があります。反対されると反対された側は何を殺すぞという気持ちになるのです。これを何人の法則と名付けましょう。では自分の反対していること、皆様の場合は原発だと思います。もちろん僕もそうです。こういったことに対してどうやって声を上げるのが有効か、実はここがミソなんです。反対したいものに対して反対と声を上げるのではなく、原発ありがとう、今まで原発前に地域の分断を促してみんなの心をかき乱してくれて本当にありがとう。この国だけじゃなく世界中を、いや宇宙全体を汚染してくれてありがとう。人の迷惑になることや人を騙すこと、人に嫌なことをしちゃいけないってことがよーく分かったよ。全部あなたたちのおかげさまです。本当に感謝しています。もう必要ないよ、今までありがとう。ということで、自分が2012年に発売した初のソロアルバム2012荒谷拓郎より、このアルバムは500枚限定になったのですが、皆様のおかげさまで残り14枚となりました。今日完売するでしょう。この中から泳げハンカチ君の詩を一部変更した泳げハンカチ君2014です。聴いてください。ちなみにこの後8時半から僕とピークウォークを一緒に歩いた山口武史が初の初企画ライブ、そしてライブペイントが8時半からデジタルであります。もしこの後予定がない方はぜひそこに集まってください。入場無料の投げ銭ライブとなってますが、もし何も感じなかったら投げ銭もいりません。でもお店の前に一杯だけドリンクを僕もお願いします。それでは歌います。どうもありがとうございます。
もう一人この後ね、もう3人います。3人時間見ながらどんな感じか。じゃあ今は普通に言うと、はい、期待してきっと期待してきっと何勉強は言わない。政治家も科学者も予言者も本当は弱いことを知ってるから伝統されてるんじゃね。
ね、人が人を食いの、まさかここを笑いする政治や経済のことも知らないとは、変わり果てた世界の色を見れないと、手があるのは俺たちが決めるのも俺たちだから、逆境とか教育から政治だとかメディアとかを信用したお父さんやお母さんは洗脳です、一気には宗教です。冷たい膝にしょうがないから、この愛が嘘だとしても、その嘘の愛じゃねえのか、苦しいだけ愛おしいと思わないか、その悲しみは本当でも込み上げてて、何だろう、正しさ何か、子供が気持ちいいんだって、強くなれる、この力に、力にして、嘘だらけのこの時代を生きているよ、俺たちはいるんだってことを、この世の全てのやつらに知らしめてやろうぜ。ありがとうございます。あの事故以来時間がたつにつれて女性で意識の中ずっと続けてこうやって訴えてくれてこの子に及んで再稼働とか言ってるニュースではわからずに見てるわけです。だから夜は分かりやすいこうして何か良くて何か悪いかも判断が難しい、食べられたり嫌われたり言いながらやるんだね。クルーじゃねえ、ご子息だぜ、ここまで壊してくれた高志望の兄弟分、それでも愛してくれますか、ジャンルなんてあるとすれば俺たちがジャンルそのもの、昔から学ぶ心は確信を忘れ、前進するところに確信をついた、確信への確信。実は子供たちともに、うっすら情報時代に、確かなもの、それと愛が権力というのを知る、さらに下の豚の自由を政治にやる、政治で、こういう意味でやりすぎて、俺たち殺せば近くも、俺たちは見つけられるか、刑事やらのご依頼さん、家族にうまいもの、不自由を与えるだけですか、繰り返し時代の中で刑事も悪も繰り返し、釣り合った状態ならば、急に伝えに伝えできる。ちょっとね、
講義をしているっていうことはよく知ってたんですけど、すごい勇気づけられてました。ありがとうございます。原発は、皆さんと同じように、どこから調べても今すぐやめなきゃいけないものだっていうのは本当に、朝太陽が昇るのと同じぐらい僕は発見してるんですけど、問題はどうやってなくていたらいいかというところで。あー、さくらこ久しぶりです。めっちゃ久しぶりだわ。え、もう終わっちゃった。もう少しじゃあ帰ってからします。よかったら、この後ライブメッセージを伝えたいとか。今日この中でそうなんだ。よかったらお願いします。行きたい。自分の配信してる。してきて。学校見に行ってました。それもなんかさ、せっかく、ね、見たら、こういう風になったらいいなっていう参考にもあるけど、まず家庭で実現していったらどう変わってくるか。私はその歌聞きたいね。例えば真似してない。原発扱っている電力会社から電気を使いたくないなら、自分で自発でしたいとか、自発電はちょっとうちの予算会議はあまり通らないんで、あまり実現してないんですけど、そういう感じで、一人だけだったら、実際に力ですけど、こうやって一緒に同じような気持ちを持っている仲間とか、あとは宮崎の組合なので、僕やってきてのアルゲンドとかの下原いらしたカルがケースを超えたら、全然違うところで若いドライカルが同じような行動を始めたっていう有名な話がありますけど、そして僕たちがやってることっていうのは、見えないところで、実際、無駄ではないっていうのは、それで、科学的にも証明されています。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。この後ライブあるんで、よかったら来てください。山さん、今の絵描きの山さんなんですけど、山口たけしが初、この2人でライブとライブペイントします。それで、ジンタルです。この後もう1人歌います。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。中国から来ました、木本と言います。一応ですね、こちらには何回か来ているので、私のことを見たことあるっていう人いるかもしれないんですけども、桜帽子守りじゃないですよ。北海道ではですね、ここ札幌をはじめ、帯広、そして釧路でも毎週金曜日、那須原発のアピールをしています。今、北海道道東の土地が核の最終処分場に狙われているようです。個人的な話ですけれども、私の父親は、一
間になってガンが腸に転移して最後は腸閉塞で死んだんですけれども、要するにうんこができなくなって死んだわけです。原発も実はうんこができなくなれば止まってしまう。つまり核のごみがこれ以上出せなくなれば燃料棒が取り替えられない。だから原発は動かせない。逆に言えば原発を動かすために原発を延命させるために今処分場を作ろうと急いでいるわけです。それでここの時に道東天国市の厚木市の市がその候補地の一つに挙げられているということなんですね。で私たちは脱原発という立場からこの最終処分場の北海道道東の市への誘致を反対しようと思って今運動を進めているところなので、皆さん一緒に頑張りましょう。先ほどですね、歌を歌われた方からギターのコードを借りて、私も一曲やらせていただきます。Thank you.
再稼働がいよいよ迫ってきたところで、もう一度再稼働を認めて、また元に戻る。
を、ここで言いたいなと思いました。日曜日に今年一発目の半減年主催のデモをやります。
またちょっと大きい音出したり、そういう形でサウンドでもやろうかなと思ってます。デモやったら何になるかって話はいつもあります。俺もいつもそう思いながらやってます。だけど、なんだろうな、どうしてこういうことをやってるのか、どうしてデモをやるのか、どうして歌を歌ったり、どうして、でかい音を出したりするのかってことをいつも考えてます。さっきもずっと考えてたんですが、やっぱり理由は、なんだろうな、こうたくさんのことをやってても、いろんなことをやってても、我々がどんなに怒ったり、悲しんだりね、いろんな心が動くようなことがあったとしても、やっぱり、上から見てみれば1ミリも見えてないんじゃないかなっていう、それが現実としてもう毎日感じてます。高く、なんだろうな、目の前に高い頂上があります。で、てっぺんには今も高い地位を登ってたか、何人の偉い人がいるのか分かんないですけど、ここで100人や200人が、100回や200回やったところで全然見えてないんですよ。うちらは目に見えない存在で、年下もね、選挙の時か金払う時だけは頭かっとして頭に入るのかもしれないですけど、日本国民の何人いようが、多分今の安倍首相だったり、原発動かそうとかね、今日地方殺しに決めた人たちの目には全く映ってないんじゃないかと思ってます。じゃあ目に見えないものが何が集まったら見えるようになるのかとか、それをね、いつも考えてます。100人じゃダメだったら、じゃあ1万人だったら目に見えるのかとか、でもさ、十何万人が避難してもまだ目に見えるようにならないんだったら、もうどこまで行ってもうちらは目に見えないかもしれない。でもね、なんかそういうのが腹立つから、また1歩目からね、また今年も1つ目からたかがでもですが、たかがカウントでも、たかが100人、たかが200人かもしれないですけど、まずは形に変えるってことを最初に聞きたいと思ってます。本当にね、これうちらはゴミみたいなもんなんですよ。この国にとってはね、しようが生きようが知ったことじゃねえっていう。何万人避難しようが、あんたが病気になろうが、どんな飯食わされようが、勝手にしてくれっていうね。税金払うときと、NHK の資金を払うときだけ、そのときだけ出てきてくださいっていう、そういう扱いですよ、うちら。でもなんで、そういう扱いされても、何も考えるかっていうと、やっぱり、その後、自分らがね、発展するなと思い込まされて、怒ることを忘れて行動することも、思いを形にすることを忘れてるからかじゃないかなと思ってます。なんかね、こんだけ悲しいものを見ても、ひどい扱いっていうのを見ても、毎回ね、誰かっていうのもあるのかもしれないけど、自分がね、なんかそれでもね、バカ野郎、正義使うな、バカ野郎、本当に。バカ野郎、バカ野郎。ちょっと話す、終わるまで待ってよ、おっさん。バカ野郎って俺の頃か、おい。じゃあ、今日待ってろ、おい。すいません。酔っ払ってる。はい。ね、こんな扱いですよ。真面目に言おうがね、バカ野郎扱い。真面目にやればやるほど、どっかのしょうもないおっさんと、あげの魚にされて終わり。ありがたい話だけどね。なんだな、腹だったら、何を言ってるか忘れた。悪いよ、俺、相手一番弱いんだよね、そういう人でやってね。何でも弱い。まあいいや。だけどね、ああやってね、人バカにしてだって何も変わらないんですよ。んなこと言ってて何が変わるんだとか、バカ野郎電気使うなとか、なこと言ってて一個でも日本が良くなったのかってちょっと思い返してほしいんですよね。いい年こいてんだからさ、酔っ払って暇あったらちょっとは家帰って本の一冊を読んで考えてみたいと考えてほしいと思ってはね、ずっと考えてきてや俺らは。でだからね、バカ野郎と言われようが無駄だと思われようがやります。自分のね、怒りを形にしなければ我々は死んだも同然です。思いを形にしなければ、どんなことをあなたがどんなに優しかろうがいないと同然です。だからね、やろうと思ってます。今日は初めてからこのぐらいでやります。はい、最高ー、
いや、みんな向こう向いて歌ったけどね。コウトウムシかもしれない。